パーカーズバーク市にあるウッド郡長者ウッド郡はアメリカが州国ウェストバーチニア州の中央部北西に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は86,956人であり、2000年の87,986人から1.2%減少した。郡長所在地はパーカーズバーク市であり、同郡で人口最大の都市でもある。 ウッド軍は1798年にハリソン軍の西部が分離して設立され、軍名は1796年から1799年までバージニア州知事を務めたジェームズ・ウッドにちなんで名付けられた。ウッド軍はオハイオ州にもまたがるパーカーズバーグマリエッタ・ビエナ大都市圏に属している。ウッド軍は1798年12月21日に ハリソン軍の一部から設立された。軍名はアメリカ独立戦争時の順庄であり、当時バージニア州知事を務めていたジェームズ・ウッドにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は377平方マイルであり、このうち陸地367平方マイル、水域は10平方マイルで、水域率は2.56%である。 ウッド郡の北と西の境界は、オハイオ川であり、オハイオ州との宗教になっている。リトルカナー川が郡内を北西に流れ、パーカーズバーグでオハイオ川に注いでいる。リトルカナー川の支流としては、ウォーシントン、クリーク、タイガートクリーク、ウォーカークリークがある。ウィリアムズタウンにあるヘンダーソン法類化は2000年の国勢調査による人口統計データである。次のリストは、 軍内の未編入長であるが、これで全てではない。ありがとうございます。